中村玉緒、若い頃が綺麗すぎると話題に。昭和の大女優中村玉緒さんは、同じく昭和を代表する俳優だった今は亡き勝新太郎さんが夫であることも有名です。玉緒さんは歌舞伎役者の中村鴈治郎を父に持ち、兄は坂田藤十郎、義兄は和歌山富三郎というそうそうたる家系です。そんな中村玉緒さんの若い頃は凛とした美しい女優さんで話題になっています。今回は中村玉緒さんについて、玉緒さんのこれまでの経歴、玉緒さんの昔の伝説になったエピソード、玉緒さんの綺麗な若い頃の画像集、以上について紹介していきます。経歴。中村玉緒さんは本名を林玉緒と言い、林は旧姓です。勝新太郎さんと結婚し、奥村玉緒になります。京都府京都市左京区出身で、歌舞伎俳優の二枚目俳優と言われた中村鴈治郎の娘で、1953年13歳の時に映画稽古と雪江で女優デビューしました。しかし1960年代までは目覚ましい活躍はなく、60年代を過ぎてようやくその美しい美貌が花開き、純情な娘役でスクリーンを飾るようになります。本職は女優ですが、1990年頃から明石家さんまさんが MC を務めるバラエティ番組に多く出演するようになりました。1998年にはバンダイで売れに売れたたまごっちのキャラクターになり、たまおっちを販売します。2003年には岐阜県美濃加茂市にあるテーマパーク日本昭和村の名誉村長に起用されています。昔の伝説エピソード。夫勝新太郎との出会い。大英時代に後の夫となる勝新太郎さんに惚れ込まれ、いつの間にか玉緒さんも惹かれるように。付き合い始めてからは映画の撮影中にもかかわらず、勝さんが迎えに来ているからと撮影を中断して抜けたこともあったといいます。はじめは勝さんの熱烈アプローチでしたが、いつしか玉緒さんの方が惚れ込んでしまったようです。当時生まれ変わってもまた勝さんと一緒になりたいと語ったと言われます。愛する我が子との思わぬアクシデント。その後息子で俳優鴈龍と娘奥村雅美を設けますが、長男の犯罪が明るみになり逮捕されたことがあります。犯罪といっても事故と断定されましたが、映画の撮影中にそれは起きました。鴈龍が刀で立ち回りの撮影をしていた時、あろうことかこの刀が真剣であったため、鴈が振り払った時に横にいた俳優の首を刺してしまい、その俳優は亡くなっています。しかし故意ではなく、その後の裁判で鴈はまさか真剣が撮影上にあるとは思わなかったと証言しました。結果その発言が認められて実刑を免れます。その後長い謹慎生活を経て、1994年に舞台知らぬい剣業に出演し、芸能活動を再開しています。玉緒さんも勝さんも子供を溺愛しており、勝さんは罪は憎めても子供は憎めないと言っていたそうです。夫勝新太郎の罪。息子は実刑にはなりませんでしたが、実刑を免れなかったのが父であり玉緒さんの夫である勝新太郎さんの麻薬所持による逮捕でした。これはまだ息子の事故が起こる前の1990年のことでした。当時ハワイにいた勝さんは下着のパンツの中に麻薬を隠し持っていたことで現行犯逮捕されています。このニュースは日本でも大々的に取り上げられました。その後日本に帰国した勝さんが開いた記者会見で、もうパンツは履かない方がいいかなとちょっと状況に合わぬ発言をして有名になりました。実はこの麻薬絡みで息子の鴈龍と娘の奥村雅美が麻薬密売の罪で逮捕されているのです。1982年のことでした。玉緒さんも苦労が絶えなかったと思います。玉緒さんの苦労は今に始まったことではありません。勝さんと結婚当初から大変な結婚生活でした。それは勝さんが1967年に初プロダクションを設立しています。その頃日本の映画界の質が落ちていると嘆いていた勝さんが、自分の手で映画界を変えたい一心でプロダクションを立ち上げ、自身も映画の制作をしていました。勝さんは品質にこだわりすぎて
制作費ばかりがかかって一向に映画が完成しない状況になります。会社も多大な制作費が膨れ上がり赤字、経営難に落ち込んだため、やがて勝プロダクションは倒産しました。借金は12億円とも言われています。そこで玉尾さんが今度は勝プロモーションという会社を立ち上げ、次期社長になります。長い年月をかけ、玉尾さんは12億もの借金を無事完済したのです。見事な女の底力を見せていました。玉尾さんは借金返済のためにホテルのクラブで踊って歌う仕事もやりました。その時、着物友禅で有名な知事康弘さんと出会ったことがきっかけで着物作りのデザインを始めます。それが当たって着物ブランド玉尾の着物を立ち上げ、2015年には制作活動の25周年パーティーも開いています。いろいろありましたが、勝さんもその後咽頭がんに侵されこの世を去ります。タバコも酒もやめたと言いながら、記者会見で平然とタバコを吸ってみせたことも今でも有名な話ですね。若い頃の画像集、波乱万丈だった中村玉尾さんの半生を紹介してきました。ここからは中村玉尾さんの美しかった若い頃の画像を集めてみました。本当に綺麗で、女優になるべくして生まれてきたような人だと思います。ダイエーに入社して初めの頃の給料は2万円だったといいます。今の時代で聞いたらたった2万と思いますが、当時の2万といったら駆け出しの女優にしては破格の給料だったのです。何せ大学卒業した公務員が当時もらう給料は8700円です。だからなのか、当時撮影所には毎回ファイヤーで通っていたといいます。駆け出しの女優ですよ。ものすごい待遇ですよね。これはなんと中村玉尾さんと勝慎太郎さんが結婚したばかりの頃の雑誌、かっちゃん玉尾ちゃんのスイートホーム。本当に熱々のカップルだったのですね。二人の結婚は当時玉尾さんの父親が大反対していたそうですが、反対を押し切っての結婚でした。子煩悩だったという勝さん、とっても幸せそうなほのぼのしたファミリーです。玉尾さんのセーラー服姿、全身じゃなくて残念ですが、この若さあふれる輝きのある笑顔が可愛いです。玉尾さん、おめでただった頃、とっても幸せそうですね。おそらく長男巌流を身ごもっていた時かと思われます。映画で妖怪の役もやっていたのですね。妖怪のイメージとはほど遠く、とても美しい妖怪です。まとめ、今回は昭和の大女優中村玉尾さんについての紹介でした。歌舞伎役者中村鴈治郎の娘として京都府京都市左京区に生まれる。13歳当時、女優になるために大映に入社。勝慎太郎の熱烈アプローチで惹かれ結婚。息子鴈流と娘奥村正美を設けるも逮捕。夫勝慎太郎も麻薬所持で逮捕。自力で勝プロモーションを立ち上げ、夫の借金12億を完済。着物友禅で玉尾の着物ブランドを立ち上げ25周年。本当に波乱万丈な人生でしたが、それでも心から愛した人と結婚して子供に恵まれたことは玉尾さんにとって一生の宝だと思います。おそらく大変な思いもしたけど、勝さんと結婚したことは一度も後悔はないでしょう。今はバラエティでお茶の間を楽しませてくれる玉尾さん、ますますお元気でご活躍を祈ります。